こんにちは、整形メイクのみゆです。今日はケーキを作っていきたいと思います。のんたんが一緒に食べれるようなケーキを作っています。つまらないようにだけ見ててあげれば大丈夫なんですけど、離乳食が始まったね、赤ちゃんでも食べれるようなスポンジケーキを手作りで作っていきます。まあ簡単ではないんですけど、結構大変っちゃ大変なんですけど作っていきます。みんな虫がみんな虫がかわいいな、かわいいな。割り入れないっぽいよ。あら、下だ。あんゆう。ちさで、これ意外にね、力仕事なんだよ、のんちゃん。シャカ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 って。こんな風にしてからやる。1からね。入れてから1した方がいい。怖いね。ダメ。ダメ。同じとこばっかやってやんないようにして。あ、怖い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 。こうやってやるの。バカバカみたいに怪物みたいにこの固まってやんないよ。もういいじゃない。もういいよいいよ。ねちょこちょしてる。ねちょこちょしちゃダメだよ。はい、ね、こうやって、もうこれがね、こうねちょこちょっていうことね。こう、かき、これは生地の端っこに落とす。ね、いい、これは ABC。ABC クッキングでね。ABC クッキング。わかった
はい、これね、ちょこっち、ね、ちょこっち、これ入れたいじゃん。うん、入れたい入れたい、最後まで。これはね、ちょこっちだからね。うん、ちょこちだ。はい、生地の端っこ、はい、落とす。もうちょっとパチョン。はい、ちょくちょくとできてきています。バイバーイ。